日本鹿児島県薩摩仙台市冷水町冷水町は、鹿児島県薩摩仙台市の町、旧薩摩郡川内町冷水町、川内市冷水町。郵便番号は8 9ロ0 0 5 3人口は695人、世帯数は221世帯。薩摩仙台市の西部、熊野城川の下流域に位置している。の北には、神田町、西向田町、 南部には熊野城町、西方には宮里町、東方には向田町が接している。麻生駅の東方に国道3号が通っており、旧道と熊野城バイパスが分岐している。西方に陸上自衛隊川内駐屯地が所在している。冷水という地名は冷たい水の湧き出ることに由来している。 1940年2月10日に、鹿児島県広報に掲載され、同日に施行された、薩摩郡川内町、町名改め小波区域変更により、大技にしてを廃止しそれの区域中字持ちで縁の上、上床、上持ちで下持ちでん、竜宿り期、潮入りの区域を冷水町とすることが、鹿児島県知事によって許可され、薩摩郡川内町を大技にしての内技持ちで 口の上、上床、上持殿、下持殿、竜宿り木、塩入りの区域をもって、川内町の町、霊水町が設置された。翌日の2月11日には、薩摩郡川内町が単独で市政施行し、川内市となった。1965年に霊水町の一部が、西海門町となった。2004年10月12日に、川内市、東郷町、入木町、 手動院長日脇町、下古敷村、上古敷村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において、川内市の町、字については、現行通りとする、と協定されたため、名称の変更は行われずに、薩摩仙台市の町となった。以下の表は、 国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。